2021年6月26日、27日、プラトビジネスチャレンジ2021が開催されました。3D 都市モデルを活用したビジネスアイディアを競うコンテストです。太田圭介、太田雄介、鴨下凛斗がメンバーの、車窓から AR チームが、コンテストに出場。グランプリを受賞しました。作品、車窓から AR は、窓ガラスを活用して、都市の背景映像と AR 映像を組み合わせたコンテンツを、観光に役立てるアイディアです。コンテストの様子の記事を、概要欄に掲載します。